こんにちは、一ノ瀬恵那です。およそ岡野太郎です。今週も始まりました重賞ベスト3。この動画では競馬予想岡野太郎さんがマイルチャンピオンシップで買いたい3頭を解説していきます。まず太郎さん、先週のエリザベス女王杯の振り返りですが、3歳馬のブレイディベイグが1着、そして太郎さんの最も買いたい馬マリア・エレーナ、少しゴール後心配だなという印象がありました。振り返ってみていかがでしょうか？そうですね、まあ、ちょっと想定と全く違う競馬になりましたね。前日の競馬見てもね、ああ、京都やっぱ外がちょっと伸び始めたかなという感覚があったので、どちらかといえば、外を重視してね、まあ、2200m の重賞って、こう、割とまとめてきやすいんですよね、こう同じ傾向の馬が。なので、そっちを重視して買ったんですけども、終わってみたらむしろ、インで待機してた組が全部来たという決着だったので、ちょっとね、全く当たらなかったので申し訳なかったです。ブレイディベーグね、強かったですね。正直ね、2倍台まで行くと、ちょっと買いにくいなという気持ちもあったんですけど、まあ、終わってみれば、馬も強かったし、あと、まあ、ジョッキーもね、こう、やっぱ京都の長丁場、まあ、というか、芝2200メートル以上のルメールスは正直全部買ってもプラスになるぐらいの、特にそこが改造なんですけども、改めてそのうまさを感じた一戦でしたね。ルージュバイはね、ちょっとこう、ボコボコした馬場とかすごく走るのがね、上手な馬なんで、まあ、そこら辺の適性もあったかなと思います。ハーパーもね、改めて3歳牝馬のね、力を感じたかなという一戦でした。やはり馬番も1、2、3で決まっていたように、京都内が今いいんですかね、どうなんですかね。馬場状態自体はね、正直そんなに内がいいわけじゃないんですけど、まあ、2200m ってね、ちょっとした隊列とか、まあ、例えば前にいる馬が強いか弱いかとかでこう決まりがちなので、まあ、内が伸びてきたからこそ、内の馬が走りやすかったっていうのもありますよね。強い馬の後ろにつけるっていうのは、まあ、こう、ルメール騎手もね、見てると明らかにそういう戦略でしたし、そこら辺の隊列の妙もあったかなと思います。マリア・レーナはね、ちょっとね、いい感じで来てたんですけどね、ちょっと思ったレースと違った感じでしたね。また改めて期待できたらなと思います。今週そうもですよろね。しくお願いします。はい、よろしくお願いします。重賞ベスト3は毎週土曜12時に公開しております。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。さて、太郎さん、マイルチャンピオンシップ、何かポイントがあったら教えてください。はい、今回のポイント、まあ、いろいろあるんですが、シンプルにしました。こちらです。はい、まあ、読んで字のごとくですね。歴史とバラクシ。まあね、秋 G1 ね、結局2人しか来てないわけですよ。ママコチャ、リバティアイランドが川田騎手で、ドゥレッツァ、イクイノックス、そして、ブレイディベイグ、ルメール騎手、まあ、2勝、3勝と、まあ、先週ね、川田騎手も来ましたし、やっぱね、まあ、この2人をどう考えるかっていうのが、今のね、G1、特に G1 ですよね、の基本になると思うんですよ。まあ、ただね、今回は、どちらもちょっと不安はあると思うんで、まあ、そろそろ荒れてほしいなという気持ちもちょっとあったりしてのこのポイントなんですけども、まあ、まずこの、シュネルマイスターとセリフォスですかね、今回は。まあ、この2頭をどう考えるか、おそらく人気もそこら辺になると思うので、まあ、まずそこが出発点かなと思います。なるほど。やはりジョッキーの方によってオッズも少し変わってくるかなという部分もありますかね。どうでそうですね。だいぶ変わりますよね。やっぱり。特にまあ G1 だと、そういう傾向はあるかなと思います。まあ実際ジョッキーによってね、全く馬の伸び方って変わってくるんで、それは G1 に限らず大事ですよね。まああんまこう記者さんとかそういうこと言わないんですけど、やっぱ下手な騎手と上手い騎手ってすごい差があるので。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。ここからは太郎さんの展開予想へと移りましょう。マイルチャンピオンシップ、どんな展開になりそうでしょうか？そうですね。何が何でも逃げたいって言っていたセルバーグが外枠に入ったんですよね。で、バスラットレオンも外枠に入って、この2頭が並んだんですよ。まあ、おそらく13番、14番の並びなんで、まあ、その気になったらセルバーグの方が行くのかなという気もしますね。バスラットレオンは鮫島和真騎手で、鮫島和真騎手は、どちらかというと、こう、共存を図りたいタイプなので、
多分外からセルバーグが行って、バスラットが追いかけるという形になるかな。まあ、これがね、2頭が外から行く形にはなるので、まあ、そこそこ平均ペースぐらいですかね。すごくこう、競るということは、ジョッキーの性格的には少ないかなという気がします。なるほど。どうでしょう、この枠順とこの京都のマイルというのは、どの位置が有利というのはあったりするんまあ、馬にね、よる部分もあるんですけれども、まあ、シュネルマイスターはちょっとうちだと嫌だなと思っていたので、まあまあ、悪くないところを取れたかなと。ナミュールの大外とかは少し難しくなったなという気がしますけれども、まあ、ただ馬場自体は結構ね、荒れてきてるんで、まあ、週末ちょっと、日曜は大丈夫ですけど、土曜までに多少雨が降る可能性もあるので、そんなにこう、先週みたいにうちばっかりぐるっと計算もあんまないと思うんですけどね。またそれは、そうですね、土曜、日曜でもちょっと変化がありそうな感まあじ。そうですね。先週のデイリーハイなんかも明らかにこう外の方が伸びがいい。基本的に京都の芝っていうのはこう決め手が生きる馬場なので、まあどちらかといえばそういうパターンを想定してます。わかりました。では7枠2頭が引っ張るような形で、まあ、そこまで速くもならないかなというそ印こま象でで速くはすならね。ないと思います。はい、はい。わかりこれまはした。鮫島勝牧秀がバスラット寮に乗ってるってことが大きいですかね。ああ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。ここからはマイルチャンピオンシップで太郎さんが解体3頭の解説に移ります。早速1頭目から教えてください。1頭目はセリフォスにしましたね。まあ人気の中でね、どれを買いたいかという選択なんですけれども、そうですね、まあセリフォスね、ぶっつけ本番になるんですけれども、まあ安田記念はね、どちらかといえば外の方が伸びがいい馬場だったと思うんですけども、好位からね、しぶとく伸びてきて2着確保ですかね。まあ改めてこう、地力を見せた一戦だったと思います。まあセリフォス自身はね、結構こう、苦しいところからね、伸びてくるというケースが3歳児は多くて、まあ、ようやくこう、ベストの形を取れたフジステークスとマイルチャンピオンシップを勝ったと。まあ、当時、順当勝ちだったと思います。で、今年になってからもね、まあ、一連の競馬でそんなにこう、まあ、衰えがあるような血統でもないですね。その点も、まあ、プラスと。あとはね、京都のまあ、外回りがどうかなという気は正直するんですよ。どちらかといえば阪神の方が、まあ、大メジャー3区総じてそうなんですけれども。まあ、ただね、好位からある程度運べるっていうのはプラスですし、あと完成した馬に再び川田騎手が乗れるというのもプラスですし、まあ、位置取り、能力、総合的に考えると、去年とね、そこまで大きくメンバー変わってるわけではないので、今年も有力じゃないかなと思います。なるほど。じゃあ、太郎さんの見解では、セリフォスは今回、好位置から進めそうかなという、あれですかね。まあちょっとね、最終的にはコメント等々確認してからなんですけども、去年みたいにすごい後ろからってことはないと思います。これはまあジョッキー、まあ去年もね、想定通りあの位置だったかってそういうこともないとは思うので、まあ去年よりああいう位置にはならないと思いますね。かなり川田騎手、久々のコンビになりますよね、このセリフォスとは。そうですね。まあ川田騎手ってこう、基本的には位置取りを取りに行くタイプで、2歳の時乗ってた際もね、そういうレースぶりだったと思うんですよ。で、まあ乗り続けてると少しこう馬がかかる面があったりするので、ちょっとしばらく乗ってなくて、まあまた乗るっていうパターンは結構いいですよね。こう基本的にはこのパターンは買いだと思います。ずっと乗ってるよりも。まあ、一応連覇がかかる形にはなっていますもんね、今年。そうですね。まあお父さんのね、大メジャーも連覇した馬。なんなら3年連続でね、走った馬ですけど、まあこの馬もそんなにこう、欠点の少ないタイプなので、まあまあ、こう、ぶっつけ本番とかね、体調面そんなに正直自信なさそうでしたけれども、まあそこら辺も加味した上で、まあ一投目という感じですかね。枠いかがでしたか？ 6 枠11番でした。あ、これはいいところだと思います。ちょっと外すぎると嫌だし、今の馬場感が多分打ちすぎても嫌なので、6枠ぐらいは一番レース流れに乗りやすいと思います。並びも良さそうでしたか？お隣の。悪く、まあ外からね、行く馬がいるんで、あんまその、こう、そこに突っかけられたら嫌なんですけど、まあ、客室的にもそういうタイプではないので、流れには比較的乗りやすいかなと思います。太郎さんが思うセリフォスの一番強いなと思うポイントってどういうあたりになりますか？そうですね。欠点が少ないところですかね。まあ、戦績的にもそんなにこう、大崩れしてないと思うんですけれども、まあ、ダイヤメジャー3区、総じて言えますけれども、こう、すごく決め手があるとかいうよりも、ある程度、こう、器用さというか、立ち回りのうまさがあるっていうのは強みだと思います。なるほど。ではその立ち回りの良さで今回もという感じですそうね。ですね。わかりました。1投目ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いて2投目も教えてください。では、2投目はちょっと穴っぽいところ
あげたいなと思ってるんですけども、今回はダノンザキットにしました。はい。まあね、一昨年の3着、そして去年の2着馬。まあ、おなじみという感じですよね。まあ、ダノンザキットに関しては、今年に入ってね、衰えというか、そこら辺が気になるというのは一つだと思うんですけど、まあ、一連の競馬を見ていても、大阪杯も少しかかりながら、こう、3着というね、まあ、上々の結果でしたし、前走の宝塚記念に関しては正直やっぱ距離が長かったですよね。もともとまあ2歳児からそうなんですけど、かなりこう、なんていうんだろうな、パワーが勝ったタイプで、行きたがる部分があるので、やっぱりそれをうまく制御できるという意味では、ゆったり走れるマイル戦がベストだと思います。なので、まあマイルチャンピオンシップ、昨年もね、まあまあ、こう、厳しいところから人気はそんなになかったんですけれども、最後よく伸びてきて2着と、改めてこのコーナー2回のマイル戦を走るんだなということを、感じさせられた一戦でした。で、結構こう、まあ、ダノンザキットってこう、大きな馬なので、あんまりこう、すごい上がりの速さを、こう、問われるといいタイプではないと思うんですね。例えば、まあ、東京とかよりは、旧坂の阪神の方がいいと思うんです。なので、今年京都に変わるっていうのが一点ポイントにはなると思うんですけども、そういう意味で、こう、終盤開催の荒れてきている馬場っていうのは、ダノンザキットにとって、まあ、プラスになると思うんですよね。あとは、まあ、こう、流れに乗れるかどうかなんですけども、北村雄一騎手もね、なんとなくレースぶり見てると去年もそうなんですけども、このダノンザキットとは結構手が合ってるように思うので、おそらく、こう、まあ、気分を害さず折り合って、追走、そんなにこう、無理に勝ちに行くような競馬はしないと思うので、まあ、大一番においてはそういう騎乗の方がハマりやすいかなという、まあ、ジョッキーも込みですね。おそらく今年も人気そんなにないので、まあ、ペルシアンナイトとかね、あと先ほど例に挙げたダイワメジャーとか、3年連続でね、好走するケースも結構このレースありますし、ダノンザキットも今年もかなり期待していいんじゃないかなと思います。なるほど。枠も3枠6番に入りましたね。はい。どうでしょう。これは、まあ、想定し得る一番いいぐらいのところを引けたんじゃないですかね。ダノンザキットに関してはある程度、こう、バグの中でね、こう、息を潜めて溜めていたいタイプだと思うので、あんまりこう、外を引くと嫌だったし、まあ、かといって今の馬場考えるとね、ちょっと、内すぎるのも嫌なので、まあ、偶数の、やや内側なので、まあ、出たなりでこう、流れに乗りやすいかなという、いい枠でしょう。マイル自体は昨年の多分このレース以来になると思うんですが、位置取りどのくらいになっていく感じですかそうね。ですね。まあ、位置取りに関しては、もう、馬任せだと思います。僅差ちょっと中距離を使われているんですけど、まあ、中距離だと、やっぱ、あれだけこう、行きたがるというか、かかる部分があるので、まあ、出たなりで追走しても、中段ぐらいにはつけられると。とにかく、自分のリズムで、不利なく走れることが理想だと思います。なので、まあ、外回りコースで、こう、広がって、比較的不利を受けやすい、受けにくい舞台っていうのは、いいと思いますね。なるほど。ゲートもだいぶ良化してる感じがありますかね。そうですね。そこら辺もそんなに大きな問題には、まあ3歳児とかね、結構こういろいろあった馬ですけれども、その点もおそらく問題ないと思うんで、ちょっとこう、まあ雨とか降って土曜日少し降る可能性もあるので、まあ渋った馬場になる方が多少この馬にはいいかなという気もしてます。昨年このレースに向けてのローテーションと多分今年は宝塚記念からなので違うかなと思う。そうですね。ローテーションのあたりはどうでしょう。まあそうですね。そこは何とも言えないんですけれども、ちょっと陣営に聞いてみないとというね。まあ僕、これ何度も言うんですけど、あらゆる要素を考えると競馬ってあんまりこう良くないと思っているので、僕はまあこう、あまり馬の状態に関しては、まあこれ何度も申し上げてるんで、そんなに気にしないで買う方なので、まあわからないことはわからないというのがいいですかね。はい。わかりました。はでい。は、今年も構想に期待ですね。そうですね。期待できると思います。それでは、3投目教えてください。はい。まあ、3投目、今回、最も買いたいものなんですけれども、まあ、ちょっと今回迷いましたね。なるほど。正直。こちらにしました。はい。西村敦也騎手のエルトン・バローズですね。まあ、迷ったということです。直前まで、本当に。そうですね。エルトン・バローズ。まあ、正直ね、前回、毎日王冠勝った時、驚いたというか、そんなに期待してなかったんですよ。はい。で、いかにも、まあ、
こう恵まれたように見える競馬なんですけれども、まあね、冷静に考えると今のね、今回さえのこう、人気馬の差しがきっちり届く東京芝戦8で、まあ、好意から動いて、わずかな差とはいえ、ソングラインとか、シュネルマイスターとかをこう抑え込んだっていうのは、まあ、これはやっぱり素直にこう、評価できる価値ある勝利だったと思います。まあ、思えばね、2走前のラジオ日経賞でも、好意からこう抜け出して、レーベンスティールを抑え込んだと。まあ、レーベンスティールとかね、前、あの、2走前のレーベンスティール、そして前走のソングラインとかシュネルマイスター、まあ、こう、展開考えると、まあ、よく伸びてきてるじゃないか。エルトンバローズ、こう、恵まれた部分はあるんじゃないか、思うとは思うんですけど、まあ、競馬ってやっぱ恵まれることも常に才能であって、ダイワスカーレットとね、ウォッカーの2頭もよく、まあ、ダイワスカーレットはこう、恵まれて、ウォッカーが追い込んできてって言われてたんですけど、まあ、それは前に行けるっていうのは、それだけ、競馬においてアドバンテージになると、まさにそれを証明してくれている馬だなと思います。で、今回マイルですよね。で、マイルで、まあ、実は未勝利、一勝クラスとマイル使われてるんですけど、未勝利の時のね、内容とか見ると、まあ、そんな、こう、金層のイメージよりもきちんとこう、貯めて、最後に足を使う競馬もできるので、まあ、切れ味勝負がいいとは言わないんですけども、すごい粘り込み型かというと、そうでもなくて、まあ、好意からそこそこの足を使えるというタイプだと思うんですよ。なので、まあ、マイル短縮もね、前走もちょっとこう、行きたがるぐらいの、こう、勢いがあったので、全く問題ないんじゃないかなと思いますよね。まあ、ディープブリリアンテお父さん自身も、まあ、まあ、よくご存知だと思うんですけど、もちろん、フェノーメの以下のね、後続を封じた日本ダービー。まあ、ああいうレースぶり、前走はちょっと、相方のお父さんの感じに近かったと思うんですけども、ああいうレースぶりができるので、まあまあ、こう、うちのそこそこいい枠を引けたので、好意ぐらいから、早めに抜け出すというパターンが結構できれば今回も怖いかなという気がしますね。そして、わざわざまあ、西村敦也騎手のことをこの書いたんですけど、西村騎手もね、やっぱり今年すごく成長し、まあ成長したって僕が言うのも偉そうなんですけど、まあやっぱ傍目に見ててそう感じますね。まあ、もともとそこそこ勝ってるジョッキーだったんですけど、今年になってからやっぱこう、馬場をね、読む力というのもかなり上がってる気がしますし、まあ、ローカルではちょっともう一枚上というぐらいなんですけども、こう中央城でもね、まあ、先週も京都で、エリザベス女王杯当日に特別戦穴開けてましたけれども、結構ね、こう、まだ知名度はないんですけれども、それ以上に持ってきてるので、まあ、ジョッキーも含めて、今回は、まあ、期待、してますね。はい。勝率100%のコンビになりますね、西村敦也騎手と。あ、もそうでう4すよ連勝ね。のずっとコンビなので。まあ、エルトン・バローズ、いい時期にもちろん乗ったというのもあるとは思うんですけど、やっぱりこの馬のこう、前々に行って、こう、強気に勝負した方がいいという、まあ、ジョッキーとの相性もいい。まあ、これは調教師もおっしゃってたんですけども、相性もいいんだと思います。あと、まあ、加えるならば、ディープブリリアンテの子でも、これはまあデータ見ていただければ明らかに出てるんですけど、これ距離短縮がすごくいいんですよね、この血統って。全体にこう、まあ、今風に言うと前進規制が強い馬が多いので、まあ、こう距離を縮めることによってその甘さをカバーできるかなと。なので、まあ、前走はちょっと甘さが出た分、すごく詰められたんですけども、マイルに縮まることで、よりもうちょっとこう、素足も使えると思うので、まあ、そこら辺も期待してます。確かに一勝クラスではありますが、京都のマイルも勝ちくらもありますもんね。あ、そうですね。京都でも、まあ当時、内回りだったと思うんあ、そで、うですまあ同ね。じ京都回りでも、ちょっとそこら辺は外回り線に変わるという部分もあると思うんですけども、だけど、その下り坂で加速していけるっていう京都のフォースケートは、まあおそらくそんなに合わないことはないと思いますし、パンパンのままだとちょっとどうかなという気はするんですけども、もう7周目の開催で、まあちょっと天候不順もあって、多少渋った馬場になると思うので、まあそうなった時には、そんなにね、今年の有力どころって去年と変わってないんですよ。なので、この馬の上昇度を持ってすれば、その実績ある強敵、人気馬たちを一周するシーンがあってもおかしくないんじゃないかなということで3頭目に推奨しました。西村騎手の初 G1 制覇もちょっと見たい気がしますね。まあそうですね、そろそろ、まあ次 G1 勝つはい、そうでジョす。ずっッキー候と。補という意味ではかなり有力だと思うので。わかりました。3投目もありがとうございます。はい、ありがとうございます。
ということで、太郎さんがマイルチャンピオンシップで買いたい3頭は、セリフォス、ダノンザキッド、エルトンバローズの3頭となりました。さて太郎さん、やはりシュネルマイスター注目かなと思うんですが、いかがですか？そうですね、まあ、今回勝てばルメール騎手 G14 連勝となるんですかね。はい、正直ね、毎日王冠のまあ内容、でそもそも的な話なんですけど、僕シュネルマイスターってそんなにマイルが合うまでではないと思うんですよね。まあすごくこう勝ってるように見えますけど、マイル G1 はねまだ1勝ですよね。まあまだってもすごいんですけれども、でまあ展開ドハマりした NHK マイルパック、京都のねマイルで、しかも前走前1008で後方からの競馬をしてますし、ルメール騎手は基本的に今貯めていくタイプなので、今年はね、差し損ねが結構あってもおかしくないかなと思うんですよね、正直。今、追走するレースを金層してないので、しかも1008でも結構こう置かれるような感じですよね。で、今年は直線平坦の、京都ということになると、まあ、能力的には当然、まあ、伸びてくると思うんですよ、確実に。ただまあ届かなくて 4,5 着とかそういうケースも十分あり得ると思うので、正直まあ一番人気ですかね、騎手込みでなると思うんですけども、まあ結構こう頭取れるかといったら不安ですし、まあ飛んでもおかしくないかなというふうには見てますね。なるほど。やはりマイラーズカップを勝利してるとはいえどっていう部分はある。そうですね、まあ京都のね芝外回りももちろん勝ってるんで、まあ合わないということはないと思うんですけども、ただG1 の1009で京都芝1006で、まあ、金層の内容を見てると、どうしてもやっぱ後方からにはなると思うんですよね、かなり。まあ、その点、ルメール騎手無理にこう、位置取りに行ったりするタイプでもないので、なので、まあ、今回は結構こう、先行勢、中段勢に対して、ちょっとこう、追い負けというか、差し負けるシーンはあるかなと思います。京都芝1006、そして毎日王冠で、まあ、追い込む競馬をしたっていうローテーションが結構不安ですかね。あ、逆にそっちが不安点かもっていうことですよね。なるほど。そうですね、確実に伸びてくるとは思うんですけれども、はい、わかりました。ちょっとでも馬券的に係数まではね、なかなかまた、ね、まあそうですよね、今回もね、まあ、こう馬券の組み立てもね結構こう難しいレースだとは思うので、まあ、もうちょっと考えたいですね。土曜日に雨が降る予報もあるんですけど、それがどれぐらいね影響を与えるか、まあ、基本的にはそんなにうちがいい馬場ではないと思います。では皆さんも太郎さんの最終結論はぜひうまい馬券でチェックしていただけたら嬉しいです。そうですね、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。次回は G1 ジャパンカップを予想してまいります。チャンネル登録をしていただいて来週もご覧ください。最後までご覧いただいた皆様ありがとうございました。また来週お会いしましょう。太郎さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。